はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリュウジです。信長の野望創造戦国歴史伝、今回は足利義昭でプレイしている信長包囲網のプレイ続きをやっていきたいと思います。コンセプトの通りですね、信長包囲網で信長を倒すという目標でプレイをしてきているんですが、現在の情勢はこんな感じです。目標としてはあくまでも信長を倒すということなので、その目標に向けてという意味ではかなり順調には来ています。というのも、武田がかなり大きくなってくれたおかげでですね、信長を圧迫しつつあるというところと、浅井朝倉の連合軍プラス、足利義昭を名手とした信長包囲網で信長の勢力をだいぶ削ることに成功したというのが現状です。観音寺とか、畿内一帯からは信長を追い出したというところまでは持ってきました。なので、引き続きですね、信長を滅亡させるまで頑張ってプレイの方はしていきたいと思うんですが、逆にですね、ちょっと今は考えてはいないんですが、このまま足利義昭でプレイをして、その天下を統一するっていうことを考えるとですね、逆に中国の毛利であったり、先ほどお話した武田、さらには関東の北条、越後の上杉、この辺りと、戦っていく力は残念ながら足利義昭、室町幕府にはないので、天下を取るというよりかは、あくまでも信長を倒して室町幕府としての面子面目を保つというのをですね、目標にプレイの方していきたいと思います。では早速プレイの方していきましょう。ちょっと僕自身も少しプレイを、この義昭に関しては間が空いてしまったので、ちょっと簡単に情勢だけ確認しておきましょう。足利家なんですが、朝廷の信用は100あるので、いざとなった時には停戦することができるかなというところですね。で、あと同盟状況なんですが、ご覧の通り、周辺諸国、周辺大名とは同盟を結んでいるという状況は変わらずです。ただ4ヶ月とか半年後、本願寺だけは18ヶ月ありますが、4ヶ月ないし6ヶ月で同盟が切れてきますので、同盟の維持は絶対条件必要になるかなと思っています。で、各々の信用度を見ていくとちょっと厳しいのかな、3ずつしか上がっていかないか。なるほど。三好家は3ずつで、畠山に関しては1しか上がらない。厳しいな。ここも3、毛利は3、3ずつしか上がっていかないって。なるほど。3ずつしか上がっていかないってなると、今40代のところに関して言うと同盟の継続はちょっと難しいかな。80ないと24ヶ月の延長ができないので、まず三好に関しては何か策を打っていかなきゃいけないかな。武田は問題ないよね。なるほど。まず北条と同盟を結んでしまいましょう。一つ。で、信玄亡き後の武田、勝頼ですね。勝頼とはどうだ。勝頼の最前線の城がここか。勝頼とは現状の同盟を維持する方がいいな。婚姻するんだったらどうだろう、浅井朝倉とかとした方がいい気がするな。で、外交状況もちょっともう一度確認しておくと、浅井家とは100あるね。朝倉とは76、残り4ヶ月で、これは80まではいけそうだな。朝倉に関しては。で、六角に関しては残り4ヶ月だと80まで届かないな。なるほど。今
70だと届かない可能性がありますね。3ずつ上がれば届くけど、2ずつだと4ヶ月だと届かない。この辺を踏まえた上で、ちょっとじゃあ役職でもばらまいていきましょうか。一式とは100あって、山名とも88あるので、ここは不要。旗の家とも信用80ありますね。でまず三好に関しては、まあ下からいきましょう。お供衆を差し上げましょう。で本願寺に関しては、まあ18ヶ月あるのでまだいいかな。本願寺はよくて、畠山に関しては守護を任じましょう。で六角に関してはお供衆、浅井朝倉は守護を任じて、家康とはまあそこまで良しみは通じなくていいでしょう。で武田にはお供衆、戸座間衆を差し上げましょう。北条には、まあこの辺りの東北地方の大名にはまだおべんちゃらを使う必要はないかなと思うので、まあ、まずはこの辺りでいいかな。これで信頼にステータスを変えれば少しは外交状況も良くなるでしょう。毛利への工作は継続します。まあここはみんな役職にはついてくれるでしょう。滅ぼされたか。せっかく守護に任じたんですけどね。で松ヶ島に総勢5100か。なるほど。火事再造が出てくるのか。あとはすいません、秀吉3100も出てきますね。これが松ヶ島、火事再造と、あとこの辺りは鎌場か。浅井攻めも同時にやる力があるんだよな信長は。やっぱりここまで削ってもなお信長強しという感じは変わらずなんですよね。で肝心の松ヶ島はというと、兵数600で耐久が2000。もうちょっと頑張って耐久上げといてほしいよな。基本的に今回は各々の任せてる武将たちに任せると、支配は任せるというスタンスで言ってるので、まあ、ちょっとそこがねうまく機能していかないと、今回みたいになかなか苦しい戦いにはなってしまいますね。そしたらまずお国が、奥に9000を出して、いや9000は出しすぎか。6000にしましょう。6800を出して、まずは松ヶ島を守りましょう。で鎌場城が落とされるのは嫌なので、場合によっては乙葉城から援軍を出していきましょう。まあまずはこれで様子を見ましょうか。みんな我に続け。ご命令を報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。何なりとお申しつけよ。兵糧買いたいけどな、金がないっていうね。肝心の
外交は今のところ順調ですね。このまま行くとどうだ？松ヶ島が先に梶才蔵に攻められて落とされる恐れがあるので、和田隊を先遣隊として派遣しましょう。ちょっと兵糧の消耗が怖いですが、まあちょっとしょうがないですね、ここに関しては。出陣します。出るぞ。城が取り囲まれました。で、鎌場城は大丈夫なのか。長政も出てるけど敵の数は約1万か。一方の浅井勢は6000ぐらいかな。朝倉がちゃんと援軍で鎌場城を支援してあげれば守れそうですね。ただ朝倉の動きどう動くかわからないので、ここはちょっときっちり見定めてあげましょう。で、和田隊がなんとか粘ってくれないとまずいな。で、逆に、かしこまりました。クスノキとか滝の隊が松ヶ島を狙ってくれてる間に、こちらは出雲の国を一転して長野城に差し向けましょう。長野城を落とせればだいぶ情勢が安定してくるはずですからね。出陣するぞと思ったけど、きっちり稲葉一徹、宇治里も来るか。長野城に、ここは長野城に喧嘩を売るのは一旦やめて、予定通り松ヶ島城に防衛隊を派遣していきましょう。ちょっと危ないのがやっぱりこの鎌場城が危ないな。というのもあるので、まあ義明を出すわけにはいかないというか、義明は弱いので、義明ではない純慶あたりを対象にして兵2300で支援をしてあげましょう。ちょっと危ない感じがします。まずは乙葉城まで軍を進めましょう。ただ足利軍もちょっと守備隊というか、その兵力に余裕がないのは事実なので、大丈夫かな。兵糧がちょっと心配ですね。表情を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。武将の数が足りてないところがあれば、そこにはちょっと人を入れていってあげた方がいいかな。まずはこんなとこかな。ちょっと兵糧がやっぱり心配ですね。なので少し兵糧を重視した物に変えていきましょう。まあ畑しか作れないんだよな。よし、
まあ、ちょっとお金もないのでこれしか今はできないですね。敵が我が領内に向かっております。松ヶ島に 9600? 止まれ。だいぶ無茶してくるな敵も。ここは鎌場城に援軍を出さざるを得ないかな。まあ、ただちょっと松ヶ島も危ないので松ヶ島の方に部隊を主力を出した方がいいですね。で残りちょっと出せる部隊がないな。戸市から、どうしようかな。こっから出す方がいいよな。名古屋三郎はもうここまで来てるのでこのまま鎌場城に向けましょう。で戸内城から我が戦お見せしましょう。柳沢元正を松ヶ島に派遣しましょう。総力戦になってきてるな。でちょっと今の外交情勢見たいんだけど、武田とは残り4ヶ月しかないか。できれば今攻めてほしいんだけどな。オーダーをね。出陣するぞ、出陣するぞ。表情を始めます。報告します、報告します。先月の収支です。報告します。まず織田隊は帰らせることに成功したものの、小谷が柳生に攻められているのでこの柳生を追い払ってあげましょう。まずはそこですね。でだ松ヶ島の方の情勢があまり良くないのでちょっとここは慎重に行きましょう。松ヶ島が万が一落とされるってなると周辺がかなりなんていうのかな、出兵がかさんで兵力がない状態なのでなんとか保っていかないと一気に崩れてしまう可能性がありますね。で数的にはかなりピンチだな。とりあえず柳生を追い払ったら停戦を使いましょう。ここで松ヶ島を失うわけにはいかない。兵糧的にももう軍勢が出せないと思うんですよね。出陣ができないとできるんだ。そうすると今お国が6000、
柳沢元正が2100か。で、織田に2500いて、ってことは、純家をまず帰らせましょう。で、名古屋三郎隊4500で、柳生は倒せるかな。危ないのがやっぱ松ヶ島ですね。城が取り囲まれました。これで決まりです。いやー恐るべしだな。騎乗する。で騎乗させましょう。まあこれで織田にもなんとか持ちこたえられるでしょう。ご命令を報告します。報告します。先月の収支です。報告します。でここで朝廷外交を使って停戦を。いやここは毛利を使って停戦した方がいいな。毛利の脅威って今のところまだ迫ってないもんね。朝廷は残しておいて毛利を使って停戦を申し込みましょう。まずはそっからだな。停戦は信長と停戦しましょう。さっき毛利と同盟しなくてよかったですね。で6ヶ月間停戦したので早急に戦力の回復に努めましょう。騎乗します。で小谷が大丈夫かってことだよね。6ヶ月間停戦した隙に浅井や桜が攻められる可能性がかなり高いので、まあ、そこをなんとかするためにうーん難しいな。今の選択は本当に良かったのか。浅井や桜が持つのかっていうのが一番の心配だな。6ヶ月間浅井や桜が食われてなんか信長が勢力を盛り返しそうなそんな悪い予感もちょっとするんですが今って結構足利ピンチなのでここは一旦兵を休ませざるを得ないですね。またう者のみ後に続け。何何どこに向かってるんだ信長。信長が石部城。石部城ってどこだ。ここか。うわ石部城が落とされるな。ここはどうだ。信長に喉元を取られる可能性があるな。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。いやー三好とは12ヶ月しか結べないか。まあ、外交はこのプレーの肝になってるところなのでまあしっかりと工作隊を送り込んでおきましょう。工作ができていないところには工作をやってくれる人をちゃんと入れておきましょう。うっかりしてると
もう工作が手遅れってことにもなりかねないですからね。一通り工作はこれで全部できてるかな。大丈夫そうですね。よしよし。あとは制作で2期作とか入れていきたいけど、2期作自体がまだないかな。まあお金がないんでどうにもならないですね。さあなんとか信長と停戦してる間に信長が勢力を広げないことを祈るしかないな。と言ってると鈴木か、やってくれるな。守りきれたものじゃないな。しょうがない。ここは鈴木と朝廷を使いましょう。大丈夫か。六角のこの石部城は落とされるな。信長に一番の大軍だからな。これ結構ピンチですよね。この織田徳川連合軍って考えるとやっぱりまだかなりの大国で、上杉と朝倉が喧嘩をしたりするとまずいので、ここもちょっと考えた方がいいな。ここってまだ戦いは起きてないよね。武田がもう少し信長を圧迫してくれないと苦しいな。このまま行くとまず石部城は絶対信長に取られますね。で浅井の小谷城も信長に多分取られるんじゃないかな。さらに信忠稲葉の約1万がきっとこれ鎌場城を狙ってるわけですよね。そうすると浅井はかなりピンチだな。戦力の回復を急がないと。出陣するぞ。出るぞ。出るとするか。石部城が落とされると先月の終始です。浅井や桜との連携に支障が出ますね。金が足りなくて何？今度は朝廷外交もできない。貧乏な幕府だな。まずいぞ。なんか状況が少しずつ悪い方向に来てますね今。ちょっと整理しておくと、まずこの小谷城が危ない。鎌場城が落とされるかな、これだと。鎌場城が落とされると、おそらくこの鎌場城の落とした部隊が小谷城に流れ込んでいくので、小谷城も落ちますね。朝倉は何してんだ、朝倉は。
朝倉がしっかり浅井を援護してあげないと。こういう命令も出せたらいいんですけどね。出せないからな。信長との停戦が解けるのが、いやー、信長と停戦するべきじゃなかったのかな。金が足りなくて工作もできないって状態だもんな今。いやー、あんまりいい状態じゃないな。お金もないし米もない。かといってこれ以上作り変えるのも難しいしね。かなり行き詰まってきてるぞ。なんか一気に滅びの道を転げ落ちそうな、そんな気配が出てきてるので、ちょっと考えながらプレイしないとまずそうですね。というところで時間も30分過ぎましたので、今回はこれで一旦終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。